おはようございます。一ノ瀬はじめです。本日は飲んでないからスッキリですよ。それでは朝からスッキリお茶をいただきます。どうぞ。今日の天気は？今日の名古屋は予想最高気温27度、最低気温21度で曇り時々晴れでしょう。現在気温22度、曇りです。おお、なかなかカラッと晴れる日がないね。ああ、なんかもやもや。ね。はい、それでは母ちゃん特製味噌汁いただきます。メインのおかずは、あ、メイン忘れてた。はい、メイン食材出てきました。いつものウインナーいただきます。そうそう、はい、いつものやつ。そうそうそう、みんなこれ人気なんだよ。はい、今ギャラクシーの S10 プラスのアプリでね、フィルミックプロを使って撮影してるんですけど、音声はねそちらで、フィルミックプロが完全にねパナソニックじゃないや、パイオニアのナビ、サイバーナビを認識しているので、それでね撮影して、音声もねサイバーナビ側の入力マイクからね音声を取ろうと思ってたんですが、今ね音声これはね映像とは全く別で、自宅で撮っております。これでね綺麗にね音声がマイクを認識してね撮れてれば、こんないいことはないなと思って試してみたんですけど、全然撮れてないんですね。後でねまたコメントで僕が撮影したやつで出てくるんですけど、かなりこれはショックでかかったですね。しかもね途中でこれこの先ねギャラクシーの S10 プラスの方はね撮影が止まってしまうんですね。結構つらかった。それでは GoPro の音声でこの次からはどうぞ。はい、今 GoPro の、スイッチ入れました。まあねこれでね、まあ、比較してもあんまり意味ないかもしれないぐらい価格が違う。 GoPro はねさらに広角なんでね、比べ物にはならないですけど、音声としてどうなのかね。 GoPro もこの Bluetooth でマイク接続してくれるといいんだけどね。これで撮れるとね、まあ、フィルミックプロっていうねサードパーティーのアプリを使わないと、今回みたいなね撮影方法は無理なんですけど、まあ、結局ね、今、なんていうのかな、やってる内容っていうのは、純正アプリでは無理なんで、フィルミックプロっていうね、これ、有料版です。有料版のアプリを入れないと、これ、撮影できないので、これでね、やれれば、他の Bluetooth のマイク接続してね、お手軽ライブ配信でもいいですし、どうしてもね、僕の頭がね、ライブ配信によっちゃ、まあ、普段家にいるときはやんないんですけど、外出てね、オフ会だとか、今月末にもね、ちょっとベトナムに行く予定があるので、まあベトナムの方からもね、まあ現地の様子をライブ配信でね、みんなとこう、ワイワイ語りながら、やりたいと思うんですけどね。タイが時差がね、3時間ぐらいだったんで、多分、ベトナムもね、タイの隣ぐらいの国なので、時差としてはあんまり変わらないのかな。どうなんだろうね。ベトナムはね、今回僕行くのは初めてなんですけど、南側にあるね、ホーチミン。元南のベトナムの首都ですね。そこに、今回ちょっとお客さんがね、新たに使者を出したということで、ご招待を受けまして、そこをね、見に行って、まあ、現地を案内していただくんですけど、まあ、ちょっと初めての国はねやっぱ楽しみですね。でね今回 iPhone をね、僕が今使ってるのは iPhone XS Max なんですけど、半年過ぎたので SIM ロック解除して、現地で eSIM を使うのか、それか、まあ、eSIM をね使える機種がもう一個あって、まあ、先日動画で紹介はしてるんですけど、翻訳機ね、
ケット Wi-Fi 機能と翻訳機がついたガジェットなんですけど、あれがね、eSIM 使えるので、まあ、現地のね、SIM 入れてもいいんですけど、どっちにしようか今すごく迷ってるんですけど、まずね、ベトナムでね、eSIM が使えるのかどうかっていうところもね、検討材料としてあげなきゃいけないんで、eSIM 使えれば、日本でね、もうセットアップして、あ、でもあれか、前、バックスペース FM リスナーのグルドンミンでもある、カバさんじゃないわ、ワニさん。ワニさんに聞いたら、まあ、現地で、その空港でね、SIM 入れてもらった方が楽ですよっていう話も聞いてるし、まあね、セットアップも向こうがやってくれるんでね。であと、TJ さん、YouTube やられてる TJ さんも、まあ、ワニさんもやってるんですけどね、概要欄とか、右上の方に、チャンネルは載せておきます。で、その、TJ さんは、事前にね、こう、SIM 手元に置いといて、セットアップしておいて、現地に着いたらそのままやるっていう方法もやられてるんで、今回どっちにし、どの方法が一番いいのか悩んでるんですけど、まあ、最近ね、ベトナム行かれたことある方で、まあ、特にね、ベトナムにもよく行かれる方、もしご覧になってたら、この方法がいいですよっていうね、おすすめのもの、まあ、あとは SIM のね、取り扱いの会社、どこが一番コスパがいいのかとかね、まあ、コメント欄等で教えていただけるとね、すごくありがたいですね。もうあと今日何日だ？今日10日でしょ？あと10日ほど過ぎたら、まあ、予定としてはもうすぐ、月末、今月下旬に行く予定になってるので、まあ、あと10日か2週間あるかないかなぐらいの日程なのでね、僕もね、仕事しながら調べてると、まあ、どうしてもね、調べきれないところもあるので、そういうね、現地の生の情報を教えていただけるとありがたいと思います。それでは結構喋ったね。これで撮れてなかったら悲しいので、一旦ここで撮影終わりましょうかね。はい、今ね、また三好に到着したんですが、ちょっとね、書類出す前に先ほどね、運転しながら撮ったこのギャラクシーと iPhone のフィルミックプロで、こっちのね、マイクね、アルファードの、ちゃんとね、表示としてはパイオニアってね、表示で認識はされてるんですけど、今ね、映像確認してみたら、音が一切入ってないね、やっぱり。なんだろう、これ、ディスコードとかだとちゃんと拾うんだけど、フィルミックプロでね、ちゃんとパイオニアってそこまで表示が出てて音拾ってくれないってどういうことって感じだよね。辛いは10分ぐらい喋ったんだけどね。で、さらに判明したのがね、こっちの今革のケースがついてる方のね、こっちギャラクシーなんですけど、5分ぐらい経ったとこでね、映像止まってるね。5分持たなかったな、4分ちょっとぐらいで映像が止まってるんで、10分ぐらいこうちゃんとね、こう撮ってたんですけど、止まった感もなくてね、そのままずっと流れてて、映像自体はめっちゃ綺麗だったんだけどね、どっちのカメラもね。ただ音声も入ってないし、途中で止まってるんで、これはちょっと使えねえなっていう感じですね。ちょっとショックでかいですけど、ちょっと書類の申請行ってきます。はい、とりあえず申請書類提出完了しました。足りない書類は今回は、まあね、前回も来てるんで、前回の訂正でね、足りない書類を追加で入れてるので、問題なく受け取っていただきました。これでね、通るかどうかっていうのはね、ちょっとまだわかりませんけれど、とりあえず、なんとかね、無事に申請通ったので、ほっとしました。それでは、帰りまーす。
今日食べたのは担々麺、めっちゃ辛そうでしょ。そしてこのバンバンジーが本日のランチになります。はい、担々麺食べてきました。めっちゃ辛いね。久しぶりに食べると口の中痛いわ。いつもだとね、3人ぐらいできて担々麺を一つ頼んでみんなで分けて、あとはねランチの、定食メニュー頼むんだけど、今日は一人で全部食べたからね、こんなに来るとは思わなかった。それでは帰って仕事します。あ、ちなみにね、バンバンジー今日食べて、バンバンジーのソースはね、母ちゃんのお土産用にお持ち帰りしました。はい、なんかだいぶ空が青くなってきましたね、午後からね。とりあえず外も、とりあえず昼からもちょっと外でいろいろ出てますが、ちょっと昼飯食いすぎたね、めっちゃ腹苦しい。なんとか午後もお仕事頑張ります。Watching with your fingers.